ダクティルイダアイ・ダクトルは小惑星、イダの周囲を回っている平均直径1 4トルの衛星。1993年8月28日に行われた探査機ガリレオによるイダの近接探査で詳細な写真が撮られ、それを調べていたアンハーチが1994年2月17日に発見した。ガリレオが写真を撮るときに近づきすぎてしまったため、 軌道の値はそれほど正確ではない。当初は s 九百九十三一という仮符号が付けられていたが後にキリシア神話に登場するイダ山に住む生き物の名前を取ってダクティルと命名された。ダクティルの起源はまだ明らかになっていない。二つの有力な仮説があり、一つはイダとダクティルが同時にできたとするもの、もう一つはダクティルはイダができた後に、 意だから弾き出されたものであるとしている。両方の説にそれぞれ問題があり、状況を正確に説明できていない。ダクティルは初めて直接観測された小惑星の衛星である。この発見は小惑星の衛星が存在するか否かについての長い論争に終止符を打った。ダクティルには二つのクレーパーが発見されており、ギリシア神話のダクティルに関連するエピソードの 登場人物にちなんで、悪者、ケルミスと名付けられている。ありがとうございます。